続きましては、エレクトロニクス後半のセッションに移ります。繰り返しになりますが、質問の際は、えー、質問される方は、ご所属とお名前を明記するよう、ご協力をお願いいたします。このセッションは、産業技術総合研究所の富永淳二先生に座長をお願いしております。それでは富永先生、お願いいたします。 はい。酸素研の富永です。えー、それでは後半のエレクトロニクスセッションを始めたいと思います。えっ、ー、と、先駆けからは東京大学の森本先生に、それからクレストからは理科学研究所の宇先生にご講演をお願いしております。えー、先ほども事務局の方からあのお話がありました通り、視聴者の方で質問のある方は Q&A のボタンを押して、えー、可能な限り所属と名前を記入していただいて質問を続けて、 記載していただくと助かります、えー。それでは森本先生共有画面共有の方、えー、準備できましたでしょうか。はい。えー、ご講演それではよろしくお願いします。見えとりますでしょうか。はい大丈夫です。はいどうもありがとうございます。えっ、ー、とご紹介いただきました東京大学の森本隆博です。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。で私はあの物質のトポロジーが生み出す非線形光機能というタイトルでお話しさせていただきたいと思います。 はい。それでは早速始めます。で、えっとですね、このシンポジウムの、えー、今代表、題材でもありますように、物質中の幾何学、なしはトポロジーというのは、えっと、最近の、あの、物質科学の研究の中で非常に大きな、えっと、役割を果たすようになってきております。で、一方でですね、今日の、えっと、私のお話の題材であります、非線形応答、例えば非線形光学応答、 であるとか、まあ、非線形伝導、まあ、ダイオード効果であるといったような非線形応答というのも、えー、物質科学の中で、えー、大きな研究分野となっておりまして、長い研究の歴史を持っております。で、最近ではこの新しい概念であるあの物,質物質のトポロジーという概念がですね、この非線形応答の分野にも、えーまあ、輸入されて、非常に大きなあの進展を えー、が出てきておりますので、今日はそれについて、えー、少しだけ私の研究を交えてご紹介したいと思います。で、これが今日の講演の概要なんですけれども、まず、えっと、まあ、その物質中の規格というところを、あの、まあ、簡単に、えー、まあ、もって、えー、あの、イントロダクションとしてお話しいたしまして、えっと、規格位相に駆動された非線形方角をと、 太陽電池効果のお話を今日はしたいなと思っているんですけれども、特にその中でも代表的なシフト電流というものについてご紹介したいと思います。で、最後に最近の研究の進展といたしまして、えっと、ま、非線形光学、非線形応答の展開ということで、電子間相互作用、まあ、その相互作用の効果を、えーまあ、取り込んだような新しい光電変換機能が最近、あの、次々と発見されておりますので、まあ、それについて最後ご紹介できたらなというふうに思っております。 はい。それでは早速、イントロダクションなんですけれども、えっと、まずその、えっと、エレクトロニクス、なはあは物性科学の中で非常に中心的なトピックと言っても過言でないと思うんですけど、物質が電気を通すか通さないかという問題があります。例えば、まあ、金属は電気を通しますし、で、センターというのは電気を通さないわけです。で、えっと、まあ、このトポロジー、ないしはエレクトロニクスも、まあ、これを中心に研究が進んできたわけですけれども、そこの主役は何と言っても個体中の電子です。 このような、えっ、ー、と、結晶中ですね。まあ、個体、物質中にイオンが並んでおりまして、で、その周りを、まあ、電子が、えー、おりまして、まあ、これが動いて、あの、電流を、まあ、担うわけです。で、まあ、こういう電子の、まあ、粒として、まあ、あの、まあ、書いているわけですけども、実際はですね、えっ、ー、と、ヨシギカ的な描像では、えっ、ー、と、電子は波として、まあ、こういうふうにイオンをすり抜けていって、で、それで電動が起きるということになっているわけです。 で、そうしますと、あの、電子の波のパターンというのは様々ありまして、で、それを電子の分散関係であるとか、バンド構造として知られているわけなんですけれども、このように波のパターン、要は波数ですね。波数と波の周波数、エネルギーを、え、ま、この関数として書いたものが分散関係で、例えばこういうその波として通れる部分にはそういうモードがありますし、波として通れない部分にはモードがないと。 ということになって、例えば通れる部分ではこういうふうにサーっと抜けていくんですけれども、通れない部分では波がですね、ちょうどなんかその海岸にあるテトラポッドのように波が干渉して、まあ、消えてしまって通れないと。まあそういうような領域があるわけです。で、まあ、この物質中、まあ、こういったその,あの様々なパターンの波があの存在する、えー、物質の中で、その物質が電気を通すか通さないか、まあ、ちょっと硬い言葉で言うと電磁王と。 というものを考えるときには、電流と外波。この場合はベクトルポテンシャルなんですけど、これのカップリングを考えるということになります。で、先ほど述べましたように、物質中ではこのように結晶構造のためにバンド構造がありますので、この電流ですね、J と書いた電流も、このバンドで展開してやると、バンド内の行列要素、一つのバンドで挟んだ行列要素と、違うバンドで挟んだバンド間の行列要素と、この二つに対別することができます。 で、バンド内の行列要素。例えば、ここに加速を置きますと、これが電波でドライブされて電流が流れるということで、例えば、ここに、えっ、ー、と、フェルミエネルギーがありますと、これが金属になって、全部埋まってて、こういう動かれるところがないと、えっ、ー、と、絶縁体になる。まあ、これがその、いわゆるバンド理論と、まあ、金属と絶縁体の、あの、まあ、記述になっているわけです。で、これ以外にもですね、えっ、ー、と、バンド間の行列要素。 で、電流が流れるという現象がありまして、で、これがですね、非常に面白くって、えっ、ー、と、例えば電波をかけますと、波動関数が、あの、このように接動的に歪むということがあり得ます。でそのとつ、歪むということは、結局その波速が少し動くので、これによって電流が流れる。例えば、量子ホール効果であるとか、異常ホール効果、内視は分極電流といったのは、このようなその波速、波動関数の歪み、内視はバンド環境列要素に起因するものです。 で、これのバンド間行列要素に出てくる理由というのは、要はブロッコバンドが、こういうふうにこのエネルギーバンドに拘束された電子波速であるからということで、なんか高速系の機化学がここに生まれてきて、まあ、これがそのブロッコ電子のトポロジーとか機化の,あの生まれてくる理由なわけですね。ということで、えっと、このようにバンドに拘束された、えっと、波速をえ記述する、その機化学量としてはベリー接続というものと、まあ、ベリー極率というものがあります。 要は、このように、なんかその、波動関数の空間っていうのは歪んでいまして、で、えっと、電波をかける、ないしは、えっと、波数、波数の空間で少し平行移動しますと、えー、ひじめな位相を獲得する。このひじめな位相がベリー接続と呼ばれています。で、それの極、あの、ローテーション、その、えっと、ローテーションを取ったものが極率と呼ばれて、あの、波動関数の空間の歪み方、歪み方というものを、えっと、示すようになっています。 でそれぞれ規格的な意味がありまして、えーと、この1個目のベリー接続というのは、実はちょうど位置の,の次元を持っておりまして、えっと、ブロックー波足のセル内座標という意味合いを持っています。つまり、ね、ここ結晶が周期構造になっているので、まあ、こういうふうにユニットセルがたくさんあるんですけれども、その電車速がユニットセルの中のどの辺りにいるかというものを示すようなセル内座標の意味を持っています。 で一方で、このベリー局率は異常速度という意味を持ってまして、そのベリー局率がありますと、電波がかかると、それと,えっと垂直な方向に電流が流れる、要は異常ホール効果という流れ呼ばれる現象の起源になっていて、これが非常に代表的な線形のトポロジカル輸送になっています。でまあ、そのようにその気化学効果がありますとその トポロジカル輸送現象、特に線形のトポロジカル輸送現象というのがあるんですけれども、今日の講演ではこれを非線形に拡張するというお話をしたいというふうに思っています。で、えっとまあ、こういうそのトポロジーというのがあの今度は線形でなくて非線形に行くとどうなるかというお話でして、特に今日はこの非線形光学オー光記念力効果について、えー、着目してご説明したいと思います。 で、特に二次の非線形光学効果、電流がですね、電流が電波の二乗に比例するような、えー、現象を考えてみたいと思います。例えば、単色、あの、このようなレーザーのような単色光を物質に当てると、左周波と和周波と、まあ、この二つの二次の非線形光学効果があるんですけれども、この左周波というのはちょうど光を当てると、えー、と、電流が流れるということで、光気電力効果と呼ばれておりまして、要は太陽電池の効果なわけです。 で、で近年のその太陽電池効果の研究で非常に著しい進展の一つに、ペロブスカイト型太陽電池、まあ、新型の太陽電池の発見がありまして、これが既存のシリコン基盤の太陽電池の量子効率を、と、まあ、まあ、あの、量化するような勢いで発展してきていて、まあ、非常に注目を集めています。 でこのような、えっと、光気電力効果なんですけれども、K、がそが反転対称性に破れた気に一般に起きる現象なんですけれども、従来のシリコン型の太陽電池ですと、このようなその P 型の半導体と N 型の半導体、これを接合してです、ねで、この間に、えっと、内部、界面を作ってで、そこに光を当てると電流があの、電子と成功が回避すると、まあ、こういうメカニズム、この界面を使った、えっと、光気電力効果を用いて発電していくわけです。 で、一方で、先ほどのペロブスカイト型の太陽電池は、このよういう界面はなくてですね、このようなバルクの結晶をボンと置いてきて、で、そこに光を当てると光電流が流れるという現象になっていまして、まあ、そのメカニズムは何かというのが大きな問題になってきます。で、そのようなバルクの光気電流効果のメカニズムの一つとして、シフト電流というものがありますので、以下これについてご説明したいと思います。 で、バルクの光起電力効果、シフト電流なんですけど、これは、今飲みますように、気化学位相、ベリー位相によって発生すると。まあ、そういうふうに考えることができる効果です。どういうことかというと、ちょっとこの式が出てくるんですけれども、この式を少し見てやると、ちょうど、えっと、まあ、ほとんどその、えっと、 この電子がそのバンドで叩き上げられる、えっ、ー、と、光吸収率の式とほぼ一緒なんですけれども、あの、こういう新しい量、この A という、まあ、先ほどのベリーコネクションのバンドの差をし含むようなシフトベクトルと呼ばれる量に比例する、えー、まあ、量として書くことができます。これは、えっと、何を意味しているかというと、この えっと、まあ、ダイポールマトリックセレメントなんですけれども、えっと、電子がバンド内で叩き上げられると、それに付随して、えっと、波速が横ずれする。バンドが違うということで、シフトするということによって、電流が流れる。そういう意味合いを持っている、まあ、示している式でありまして、これはちょうどですね、えっと、バンドが異なる、えっと、まあ、機械学的な多様体であるということから、そこの繊維によって、機械の差によって電流が駆動されていると。と まあそのように理解することができます。でもう少しわかりやすく、あの、えっ、ー、と、まあ、絵で見ますと、このように規定状態では、このユニットセルがありまして、まあ、周期的に並んでいるとで。波速がここら辺にこういうふうに、まあ、並んでいて、で、これに光を当てると。で、そうすると、えっ、ー、と、バンド感繊維が起きます。で、そうしますとですね、まあ、一般に波速は、えっ、ー、と、違うバンドですと違う位置に、ま、言ってい、いますので、これによって電子が動くので、電流が流れると。 まあこのようにその光が当てると電子が動いて電流が流れた。これがまあシフト電流のまあ基本的なメカニズムになっています。ということで、えーとまあ、こういうふうになっておりまして、で光冷気に伴って分局を持つ電子成功というですね、まあ、電子と成功が生成されて、まあ、これが定常状態では DC 電流を有機するということで、まあ、このようにその運動量空間で叩き上げられて、 えっと、実空間では、えっと、ベリー接続さ、ベリー操作で、えっと、シフトすることによって、ま、このような、その、異なる多様体間の気化の差によって駆動される、えっと、気化的な電流であるということであります。で、まあ、これが、あの、あと、まあ、こういう、こういうシフト電流という現象、ないしは光気電流効果というのは、百均非常に、えっと、 すごい速いスピードで研究が進展しているんですけれども、新しい展開の一つとして、えっと、また私たちも研究が最近しております、電子乾燥応作用を用いたと光光電変換機能について最後お話しさせていただきたいと思います。 えっと、ここでの問いは、えっと、電子間相互作用、まあ、その電子と電子は空論相互作用を一般にしますので、まあ、こういう相互作用の効果が顕著に現れる、まあ、例えば競争間物質と呼ばれるものが広く知られているんですけれども、こういう時にあに光気電力効果、線形効果はどう変化するかということについて考えました。で、えっとまあ、こういう電子間相互作用、第一は競争関係ですと束縛状態であるとか。 集団冷気である。まあ、こういった、なんかその、個々の電子と成功でないようなモードがたくさん現れてきますので、これらがどういった、えー、えっ、ー、と、まあ、その非線形機能を生むかという問題があります。で、さらに、まあ、これらはその振動子強度が一般に大きいので、まあ、その光気電力効果、例えば光電流の巨大化の可能性というのがあるわけです。で、その、そこで、まあ、私たちはまず考えたのは、えっと、冷気子によるシフト電流です。 で、冷気子というのは、えっと、光冷気された電子とホールが、引力によってこういうふうに、えっと、まあ、その、準粒子を形成する、束縛状態を形成しているもので、電荷中性で、えっと、まあ、このような、えっと、その、バンド感、バンドギャップよりも低いところに、えっと、励気エネルギーの持つような、や、状態です。 でこれによって光電流が流れるかということで、我々計算したのがこの式で、実際に計算すると、あのまあ、先ほどのシフト電流とほぼ同じような格好で流れると。で特にここの R2、ちょっと分かりにくいんですけど、ここにシフトベクトルと呼ばれるこのバンド間の差のベリー接続差による規格量が現れてきています。これは非常にあの実は驚きでして、えっと、電化中性なバンドギャップ以下の準粒子を冷気することによって、もう光冷気をすることができると。 いうことを示しています。で、計算したとき、初めて計算したとき、これ本当かなと、実は、あの、私たちは思いました。なぜかというと、こういうふうに、その、光、電流を担う、まあ、抽選、あの、キャリアがいないんですけれども、それでも電流が流れるということを言ってて、これ本当かなと思ってたんですけれども、えっと、実際すごいもので、あの、数年すると、これが実際に実験で、あの、 検証されました。で、これ一つが、えっと、カトミウムサルファと呼ばれる代表的な冷気子半導体で、ま、ヌギャップよりも下のところにレ気キの順位がありまして、で、ここでちょうどシフトカレントまあこのショルダーなんですけど、ピークが見えてくる。でま、レーで、あの、光エはが流れているということが実証されました。他の例ですと、例えばこの、あの、最近、非常に研究が進展している、えーえっと、生金属のダイカルコベナイドの形で、ま、レー順位において光エネュが流れると。 といいうことが実験的にに明らかになっていますで最後、あのもう1つ例を挙げさせていただきたいと思いまして、このシフト電流というものについて最後を説明しておしまいにしたいと思います。この音というのは、えっとまあ、これ例えば非常に典型的な、えっと、バリウムタイタネートという、えっと、共有電体なんですけれども、構造想定員がありまして、構造想定員の金傍で、例えばこの音がソフト化する、典型的にはテラヘルツ帯にこのドが落ちてくると。 いうようなことがあります。で、このような時には、えっと、えっと、炎、えっと、と、えっと、電子光子相互作用が非常に強くなるので、炎が、えっと、共電性のために電子分局をまとうと。まあ、先ほど言うとシフトベクトルが出るような状況になります。で、これをだから光冷気してやると、えっと、先ほどの、あの、電気分局があるので、シフト電源流れないということを考えたわけです。これ最後のスライドですので、ちょっとあの、最後、あの急いであのご説明いたします。で、これは実験結果で、えっと、まあ、このように、えっと、 まあ、えっと、ポライゼーションがプラスマイナスのところで光電流が流れて、でちょうどこれを、あの、積分してやると、時間積分してやると、ちゃんと、あの、ノンゼの値が残る。確かに光電流効果が出ているということで、えっと、これはその、他に第一原理計算をやった結果と、ま、整合しておりまして、ま、実際に光電力効果であると。 つまり電子のバンドギャップよりもはるかに低い小さなエネルギースケール、本能の数ミレートノボルトと光吸収によっても、食流電流の雪が可能であると。だから本当にその、えっと、電子と生後というとフリーのキャリアがいなくても、光気電力効果が現れるということを実証しまして、テラヘルツや適外領域で光検出デバイスの開発に応用可能である。 いうふうに考えています。まとめますと、えっと、物質中電子は規格の対象でありまして、シフト電流というのは典型的な規格効果に由来する光電力効果です。で、最近、あの、非常に面白い、あの、ま、この分野自体がエクサイティングだと思っているのは、えっと、相互作用する系ではいろんな素敵があって、 反転対象性に敗れた経緯では、そのそれ域が電気分極と一般にカップルする、まあ、気化学効果によって対応電池効果が可能であるということを考えていて、まあ、この方向性で、まあ、研究が大きく進展しているような状況だと思っています。最後になりますけれども、あの、非常に素晴らしい、えっと、共同研究者の皆様と、えっと、まあ、この研究ができました。特にまあ、理論は理研の長佐先生。まあ、実験に関しては、東大と理研の、まあ、あの、素晴らしい研究者の方々と一緒に研究を行いました。はい、どうもありがとうございました。 ご紹介ありがとうございます。私、理科学研究所の、すいません、ちょっと声が聞きにくいかもしれないんですけれども、えっ、ー、と、理科学研究所の総発物せ科学研究センターのうと申します。まずは、えっ、ー、と、この機会提供してくださった研究総括の上田先生と JST の方々に感謝を申し上げます。本日は、えっ、ー、と、 私はトポロジカル磁気構造とそのデバイス機能について、あの少し話しさせていただきます。あの本研究の主なの研究共,共同研究者は同じく理化学研究所の創発物性科学研究センターの田口先生とえっと早稲田の望月先生です。すいません、あの声聞こえますでしょうか。大丈夫です。 大丈夫ですかすいません。えー、っと <coughs>。はい。えー、っと、これ以外、あの、実は、 理研と東大の奥の,あの研究者あの、特に若手研究者、このプロジェクトに参加していただいて感謝を申し上げます。また、あのクレスト以外、家計費からあのサポ多大のサポートをいただいたこと、あの感謝を申し上げます。であの本研究は、あのまず、 えと私の専門分野は実空間観察ですのであのトポロジカルスピンテクチャを出すためにあのこのトポロジカル物質の開拓の拓ー先生成のグループとあのまたトポロジカル理論の望月先生成グループの方々に、えっと、たくさんの、えっと、支援をいただきました。であの 本研究で取り入れたのは主にあのこのトポロジカル構造の顕微計索なんですがあの実はこの研究で3つの3本の柱を走らせてあの例えばトポロジの物質創生とまた理論からの新規の物質の設計などあのうちは、えー、とメインに取り入れたの,あの顕微検 観察この3分の柱を走らせてあのシナジー効果を、えー、と十分発揮できることじゃないかと思います。えー、と本日の、えー、と紹介研究内容、まず、えー、とトポロジカル磁気構造の研究背景を簡単に紹介した後、あの えと2次元のトポロジカル磁気構造、そして3次元のトポロジカル磁気構造、またそれらの,あの構造をもた,らすもたらすデバイス機能についてちょっと触れたいと思います。えっと、このスライドにはちょっとやや混雑しているんですが、あのここ、典型的な私たち研究している対象のカエラル。 実生体の化粧構造の模式図ですが、このカエラルる実生体に、えー、とまた点、えー、と私たちプロトタイプで呼んでいるスカーミュンで、えー、っていうスピンテクチャーを生成することができまして、でこのスカーミュンは一種の渦。 地域的な渦構造なんですがこのキラル結晶のキラリティによってこの渦構造の巻き方を決めますまたあの本日はあの紹介しませんがあの白膜中でもあのこのスカーミュン生成することができましてこのスカーミュンのタイプは通常ネイル型って呼ばれるも,、えー、ものであって で私たちの研究対象の渦型と,、えー、とトポロジー症なんですがただ形あのスピンの並び方1つは噴水型は練る型、えー、と渦型はこの、えー、とトイストしてる形ブローホー型って呼んでいますまたこの渦の回転の方向はあの渦度とあとこのヘリシティとあのき、えー、とによって えと決まられてるものなので、いくつの分類はここにリストしています。えー、となぜこの、えー、とスピンテクチャはこんなにあの魅力的でいうとあの、やはりこのスカーミオンのサイズは非常に小さくて、例えば私たち、えー、と研究対象のキラールの次世体の中のスカーミオンのサイズは、えー、とほとんど100ナノ以下であって、 あのここにあの出してるのはこのスカーミュンは双発磁場あの生をますのでこの双発磁場はこのスカーミュンのサイズ、えー、といわゆる、えー、とスカーミュンの面積と反比例になってて例えば1ナノメートルのスカーミュンをじたあの双発磁場四4000テスラまで巨大であってまたこの 電動電子このスカーミュン通る場合通過する場合この、えー、と電子は、えー、とスカーミュンの総発地盤のローゼンツ力を感じてトポロジカルホール効果を生じますその反作用によってスカーミュンのホール運動もあの起きますえっ、ー、と今までの研究から分かったのはこのスカーミュンは非常に魅力的であの特に えっと、粒子性持っているためあの、低電流でもあの駆動することできることは将来的に電子あの省エネの電子デバイスへの応用は期待されています。で、本日主に、えっと、紹介したいのは、あのここに、えっとさ、えっと、これ、あの、 うちのチームのドクターヤシンマイクロマグネティックセミュレーションで得られたあの実空間のスピンテクチャの像ですがこの上は、えー、と3次元のスカーミュンを示していまして下は、えー、と3次元のアンチスカーミュンつまりトポロジーチャージこのスカーミュンとあのちょうど、えー、とオブジェットになっていることをあのアンチスカーミュンと呼ばれているトボロジカル構造であって であの後であの今ちょっと,、えー、とスキップしますが実はこの3次元のトボロジカル構造はあのハ,ハイブリッドになっていることは最近の3次元マグネティックイメージンからあの証明することができまして後で詳細,詳細についてあの紹介します、えー、と2次元のトボロジカルスピンテクチャ先ほど申し上げたようにあの スカーミンは典型的であって、あの2009年にこの昇格中性子産卵によって、この、えっ、ー、と、六方対象の、えー、と反射あの観察。 マンガンシリコンあの、キラルの結晶を持っているマンガンシリコンの中で観察されまして、あのスカーミューのラティス状態とあの予言していました。このースで書いているように A フェイスと指しているものなんですが、一方でこの、えー、と中性子の観察はあの逆空間であって、あの実際スカーミューの中でスピンは本当にうず型になっているかどうか、その まあしこの仕事の後、私たちあのクライオンローレンツテームの、えー、と方法を開発して、えー、とこ,れこの図は実際あのローレンツテームで観察されたあのイ一スカーミュンとスカーミュンの、えー、と六方称なんですがあのご覧のようにこの、えーと クライオン・ローレス・テムは初めてこのスカーミューの実空間のトポロージーを証明することができました。で、一方で最近さまざまな3次元のトポロージー構造、よえっ、ー、と、理論で予告されまして、例えばここ、あのえー、と3次元のカイラル・ソリトンと呼ばれているホーフィンや、また、あのちぎれた あのスカーミュンストリングの端、えっと、点で現れたモノポールなどあのまたスカーミュンのブ,ライ、えー、ブレードとかあのまたこのバイメロンとかさまざまなアンチスカーミュンとかよ、えっと、予告されていましたがあの実は3次元のマグネティックイメージングは非常にチャレンジ的であの特にこういうようなナノ メトルスケールの3次元マグネティックイメージングほとんど、えー、と私たちのクレストのプロジェクト立ち上がる前はほとんどなかったんですけれどもあの今もあのエクセン 3次元マグネティックイメージの中心にあの世界中で今あの流行り出しているんですが私たちも少し一歩遅れてあの電子顕微鏡でも3次元のマグネティックイメージングこのクレストのおかげであの実現することができました後でちょっと紹介しますまたこ,これらの3次元の,あのトポロジカルスピンテクチャは 実は双発不正の現象もあのたくさん、えー、と予告されて、例えば先ほど申し上げたようなトボロジカル、えー、ホール効果など、またネルストンホール効果、またあのこの非相反の電磁応答など、あのえー、と私たちの目的としてはあのこのトボロジカル 実際に創生するだけではなく、あの実空間からこの、えー、とトポロジカル時期構造をアプローチして、さらにあのいろんな有層現象を発見することを目的としました。でスカーミンを発見した10年約10年後あの、当チームの、えー、とポストク研究員、現在北京大学のテニアン、 えっと、トラックポジションを得られた、あの、ポン博士によって、あの、スカーミンの反粒子、アンチスカーミン、あの、こういうような、えっ、ー、と、ホイスラー合金中に、あの、えっ、ーと,えー、と、観察することができました。ここ、示しているように、このアンチスカーミンはスカーミンとちょっと違って、あの、実は、あの、 トゥイストのドメウォールブローホーウォールとあのネイルトゥイストの私たちブローホーラインとあの交互するような構造になっててしかもあのスカーミュンの,のサーキュラーシェイプと違ってこの物質の中でアンチスカーミュンスクエアシェイプになってましてさらにこの すごく弱磁場の印鑑によってこのアンチスカーミュンとこういうような大円状のスカーミュンの相互転換することをあのローレス、えー、とインサイチューのローレンステームを観察することを実証しました。 でその後あの共同研究者の拓地先生のグループの、えっと、研究員、ルベさんとコポンさんあの共同研究によって新しい、えっと、しかも室温で生成、えっと安定なアンチスカーミンを生成すること、物質開発することに成功しました。あのこ,こちらはこの物質の 化粧構造の模式質を示しておりあの、この真ん中のパネルはあのこの、えー、MT カーブと MH カーブを示しておりまして、あのご覧のようにこの、えー、と物質の低温度は非常に高く、室温異常であることが分かります。ポンサーのローレンステム観察によって、あの綺麗なあのアンチスカーミュンの正方向子、えー のえー、とこの物質の中で観察することができました。で、その後の実験、分散の実験によって、このアンチスカーミンのスタビリティについて調べました。例えば、ここに、えー、と示している、えー、とローレンツテームの資料の形状ですがあの、こういうような正方形の、えー、と資料の中で、えーと 普通のゼロフィールドクーリングすることによって、このピンク色、あの、え、薄いピンク色の狭い領域にしかアンチスカーミーを生成することはできませんが、一方でフィールドクーリングのプロセスを用いまして、つまり地場中でこの資料を給冷することによって、あの、 こういうようなあの広い温度磁場領域の中で安定なあのアンチスカーミュンスクエアラティス生成することができました。しかもこの,あのアンチスカーミュン層はゼロ磁場まで安定に存在することをあの、えー、とポンっとのローレのツテーモンの観察によって実現できました。 で一方でこのアンチスカーミュン先ほど申し上げたように3次元ってどうなってるっていうのは私たち非常に興味ありましてなぜというとこのアンチスカーミュンはスカーミュンと違っててあの、えー、とブロウホートツイストのドメウォールとあのブロウホーラインと呼ばれてるネイルトゥイストの交互に 結あの交互になっててアンチスカーミンを形成することになっているわけですのでこのアンチスカーミン本当あのスカーミンのように Z 方向ユニフォームになっているかどうかってあの興味を持ってこの3次元のマグネティックイメージングプロジェクトを立ち上げましたあのこの、えっと、スライドを示している結果 あの,の、えー、とメインはあの電子線ホログラフィーによって得られたものなんですがメインプレイヤーは当チームのドクターヤシンです。であの、この左のパーネル示しているのはシミュレーションのデータですが、このえっ、ー、と、えっ、ー、と、 野心剥製によってあの計算で得られた結果によってこの3次元のアンチスカーミンは実はあの、えっと、このブローホンライン4本のブローホンラインの中ではあの Z 方向にあのモノポールとアンチモノポールのペアあの2つ存在することをここに示している E と D と B と C あの、拡大すると、ここに示しているような、ヒジホーグとアンチヘイジホーグのスピンテクチャーになっています。で、あの、実際、この、えっと、Z 方向の各スライス見てみると、例えばトップとボタムでは、あの、アンチスカーミュンのスピンテクチャーではなくて、あの、寝る型の,あのスカーミュンテクチャーであり、あの、この、えっと、 真ん中、つまりあのセンタースライス見るとアンチス、きれいなアンチスカーミン形成することが分かりました。あのまた詳細見ると、この確かにこの、えー、とブロホラインのところ、こういうようなモノポールとアンチモノポールの、えー、とペアが形成することが分かりました。 で、右側はこの実際実験で観察された結果になりますが、あの、注意深く見ると、この特にこのクロステッションのベクタルフェルトのマップから見ると、あの、見事にこういうような、えっ、ー、と、モノポルの渦とアンチモノポルの渦が、あの、Z 方向、あの、えっ、ー、と、きれいにあの見えています。もっと面白いことは、この、えっ、ー、と、 渦とアンチ、渦のポジションは実は、あの、この資料の厚さに強く依存してて、あの、資料の厚さをチューニングすることによって、この、えっ、ー、と、モノポルとアンチモノポルのポジションをチューニングすることができます。まあ、実際、あの、この観察については、これから、あの、えっ、ー、と、しえっ、ー、と、推進したいと思っています。 でもう一つの,あの、えー、とスピンテクチャはメロンとアンチメロンと呼ばれている、えー、とトポロジカル、えー、とスピンテクチャですがこのメロンとアンチメロンは実はスカーミュンとのトポロジが違ってスカーミュンとアンチスカーミュンは1というトポロジを持っていますがこのメロンとアンチメロンはあのちょうどハーフになっていましてあの大変面白いことは例えば えっと、このキラルの、えっと、自生体の中でインプレーンの磁気構成を増やすことによってこういうようなメロンとアンチメロンの、えっと、正方向性を生成することができます。あの理論で予,選し予測した8年後、私たちローレンステームであの実際こういうようなコバルトジンクマンガンの ティラルの、えー、とマグネットの中であの観察することができました。もっと面白いのはこの磁場をあの、えー、とアウトプレーンの磁場を強くすることによってこのメロンとアンチメロンのスクエアラティスからこのスカーミュのヘクサグナルの、えー、と結晶に転換することができます。あのここを示しているマグネ,マグネティック マイクロマグネティックのシミュレーションの結果です。あのこの実験の観察結果とこのシミュレーションの結果を見事にあの合致することが分かります。例えばあの最初、定時場でこういうようなスクエアのメロンとアンチメロンのラティスを生成できますし、さらに千葉強くするとこのメロンとアンチメロンのスクエアラティスはあの スカーミュのスクエアラティスにあの転換します。さらに一番強くすると、この、えー、とスクエアのスカーミュラティスは細密配列のヘクサグノラ、ヘクサグナルの、えー、とスカーミュラティスに、えー、と転換することができます。えっ、ー、と、実は最近、あの、この えーとハーフトポロージュ持つメロンとアンチメロンはまたあの違うカエラルマグネットの中で発見することができました。しかも大変面白いのはこのメロンとアンチメロンのペアは実はゼロ地場でも生成することができまして、えー、と大変驚き なんですが、この、えー、と自発的なあのメロンとアンチメロンの、えー、とペアはあの地盤にも強く依存しまして、しかも飼料の形状にも強く依存しています。あのえっ、ー、と えっと、ロールスツテムのコントラストから見ると、確かにこのメロンとスカーミューは区別できないですが、これを、あの、メロンであることを証明するために、私たちまた、再び三次元のマグネティックイメージングテクニックを持ちました。あの、このパネル示しているのは、そのメロンの三次元のベクトルフェルダーマップなんですが、あの、これは確かに、あの、えっ、ー、と、スカーミューではなく、あの、 このシェイプを取ったあのボールあの一種のマグネティックボルテックスであってしかもあのマクセマムのマグネティゼーションはインプレーンで取ってありあのこのスピンテクチャーを考えますとこれあのハーフトポロジー2分の1のトポロジー持つあのメロンであることを自称しましたさらに同じ手法であのこのアンチメロン例えばこの白いあの楕円状の 構造はあのそのコアはちょうどメロンと反,、えー、と反対に向いててあの確かにアンチメロンであることをこの3次元マグネティックイメージによって致傷しましたあの。この先ほど申し上げたようにこの資料の,あの形状によって実はこの、えーと メロンとアンチメロンのペアやメロンとメロンのペアが変,換変形することが分かりました。例えば、この真ん中のローレンステムイメージ示しているのはあのベーメロンと呼ばれている、えっと。つまりメロンとメロンのペアであることを、あのメロンとメロンのペアであることを、 厚さ60ナノメートルの薄膜中に観察されました。あのここはこのバイメロンの、えー、とスカメティックスピンテクチャーでありあの、実はこの真ん中はあのマイクロマグネティックシミュレーションで得られた変形したあのメロンペアであって、このバイメロンはあの あこの下はこの、えー、とシミュレートしたローレンステームのコントラストですが、これ、えー、とシミュレーションと実験のコントラストを比較すると観察されたオブジェクトは確かにバイメロンであることが分かりました。このバイメロンは実はメロンペアなので、マイナス2分の1、たすマイナス2分の1でスカーミューと同じトポロジー、チャージを持つことが分かっています。あのこの右のパネルはマイクロ マイクネティック・シミュレーションの3次元のバイ・メロン・スピン・テクチャであり残念ながらこの、えー、とローレンス・ームのコントラスト非常に、えー、と弱いので3次元のビクトル・フェルター・マップのあの実験の結果は今までまだ成功していませんがこれからちょっと工夫してえっ、ー、とえっ、ー、と自称したいと思っていますあの えっと、詳細のさまざまな資料の形状を変えて主にこの資料の厚さを変えることによってあの実はこの物質の中であの多彩の、えっと、相図が書くことができます例えばあの資料100ナノを超える、えっと、厚さ100ナノを超える資料の中において、えっと、主に生成できるトポロジ構造を トポロジカルスピン構造はあのスカーミオンであります。で、この資料の厚さを薄くすることによって、例えば厚さあのこの6 0なのとかになるとあの、逆にバイメロンのラティスは安定することできます。で 実はこのバイメロンからスカーミュンの総合転換はあの千葉中のローレンステム観察からあの得られました、えーと。まず最初、例えばこの1個のスカーミュンをターゲットして、えー、と千葉徐々に えっと、減らすことによって、このスカーミを変形して、バイメロン、あの、テクチャーになることが、あの、わかりまして、あの、さらに、このバイメロンから、例えば、地盤反転させて、バイメロンのスピンテクチャースタートすることによって、このバイメロンは、あの、 えーと工事場の中であのスカーミュンに、えー、と変わることが分かりましたあの。この実際の実験観察結果は、この、えー、と理論、えーと、マイクロマイクネ,ネ,ネティックのシミュレーションと見事に一致することが分かりました、えーと。これからちょっとメインにあのこのトポロジカル、えーと 磁気構造をもたらす、えっと、デバイス機能を話させていただきたいですが、まずこの、えっと、実はスカーミュンを発見した後あの、理論のグループでいち早くもこの、えっと、トポロジカル、えっと、ホール効果やスカーミュンのホール効果を予測しまして、えっと、一番最初このトポロジーホール効果を検出したのは、えっとあの 東大の金沢先生あのこのマンガンゲルマこれも、えー、とキラル結晶を持つ地生、えーえー、体なんですがあのご覧のようにこのトポロジーホール効果は非常に あの、巨大的で、実はその後の,あのローレンステム観察によって、あのこの中で3ナノメーターの,あのスカーミン存在することが分かりました。今日はちょっと時間の関係で割愛させていただきます。つまり、あのスカーミンのサイズを小さくすることによって巨大のホールリスポンスをあの えーとになることが分かりましたので、これ最近の利権の,の研究成果ですが、えー、RKKY っていう、まあ、キラル結晶ではないんですが、この結晶の中であの2ナノの、えー、とスカーミオンの正方向子、ローレンステム観察に成功し、しかも巨大の,あのトポロジーホール効果の測定にも成功しました。または、あの このネルストーン効果に、えー、ネルストン効果に関しては、あの、えっ、ー、と、タクシ先生とかト、トクラ先生のグループの共同研究によって、あの、こういう RKKY の自生体の中で検出することができました。で、こういうようなあのトポロジーホール効果や、えっ、ー、と、えっ、ー、と、 ネルスト効果のメカニズムを分かるように、まあ、実空間の、えー、と観察で何かちょっと,、えー、と貢献できないでしょうかって私たちは、まあ、電流にあのこのスカーミュンの物質の中で流して、あのまたは熱流でこのスカーミュンの物質の中流して、この実際のスカーミュンのダイナミクスを実空間観察を行いました。 このスライドは実際得られたあのインサイチューのローレンステム観察の結果ですが、例えば電流の場合、あの電流密度あの小さいときは、あのえー、とここの、えー、とスライドにパネルに示しているのは、小さいな電流密度のときは、このスカーミングはほとんど動かず、えー、と動かないであのデフォームをすることが分かった。 分かりましデリウム室を強くすることによってあの確かにこのスカーミュのホールモーションは起きます。またこの 単一のスカーミュンと比較すると、このスカーミュンのクラスターの、えー、とスピードは遅いということは、あの実空眼観察で、えー、と明らかにしました。あのこのスカーミュンの,あのダイナミックスはホール効果で、あのスカーミュンホールモーションかどうか確かめるために、あのまた、たポンさんは、この磁場を反転させて、 確かに磁場反転することによって、このスカーミオンのホールモーションは逆転することが分かりまして、さらに詳細の,あのロールステーム観察することによっては、あのやはりデリュー密と小さいときは、このスカーミオンはピンとリジームになってて動かないんですが、あのえっと、少し つつ、電流の密度を増やすことによって、このスカーミンはクリープモーションを引き起こすんですが、この時は、あの、えっ、ー、と、ホールアングル非常に大きくて、あの、さらに電流密度を増やすことによって、あの、フローリジュンに、あの、入りまして、あの、一方で、ホールアングルは、あの、コンステントになることがわかりました。で、あの、 もう一つ面白いことはあのこのスカーミュンクラスターの、えー、と回転ウィンドウもあの引きつまりホールモーションしながらあのこのスカーミュンのトルクモーションもこういうような実空間観察することによって明らかになりました。で、もう一つ重要なのは例えばこういうような 小っちゃいデバイスの、えー、とエッジにのちを入れることによってあの、えー、とスカーミュの、えーの、えー、電流の方向に色性、えー、の効果も えっと、検出することができました。例えば一番最初、電流流さない状態でコニカルと呼ばれる、えっと、状態にあのセッティングして、まあ、ローレンステーム、えー、のイメージとしては、えっと、何も見えないモノトーンのドメインになるんですがあのただのワンパルス の電流ンカすることによって、このコニカル層からスカーミューのラティス層にあの変わることが分かって、一方で、あの今度電流の極性をあの反転させることによって、このスカーミューのラティスをきれいにあのリ,リ,スリリースすることができまして、つまりこのスカーミューラティスはまた再びコニカルの層に変わることが分かりまして、つまりこの えっと、プロセスは非常に再現性が良く、しかもワンパルスでこのトブロジカル想定員、えっ、ー、と、実現することができまして、あの、大変、あの、えっ、ー、と、驚きました。はい。えっ、ー、と、またはこの、 パルス電流によって、この先ほど申し上げたようなあのバイメロンからスカーミュンの転換も、えー、と総合転換もあのできることを、あのこのインサイチューのローレンツム観察することに実現できました。最初、イニシャル状態はこのアイソレイティとバイメロン状態作っといて、あのこれもあ,のあ,のあ,のあるパルスの、えー、と強さとパルスの 時間をあのつまり周期をチューニングすることによって、こういうようなアイソレティとバイメロンからスカーミュの、えーのヘクサグナルの、えー、とラティス状態にあの転換することがあの分かりました。で、この実は電流,以外電流と非常に似たようなダイナミクスで、今度は、あのえっ、ー、と、 インスュレーティングの,あのキラルのマグネットをターゲットにして、あの熱流、このえと材料を流すことによって、このスカーミュのフローョンもあの地図空間観察によって実証しましたあの。具体的なセットアップに関しては、この右のパネルに示しているように,にあの、えーと、ヒーターを、えーと 右側に資料につけて両端にあの熱流をあの測定できるようなえと抵抗のえと抵抗線を貼り付けてあの熱流のえーとヒーターの電流えとチューニングしながらこの熱流を測定してえとスカーミューのえーとダイナミクスをインサイチューのローレンツデモを観察しました <laughs>。 主な研究、えー、成果は二重計であのフェクスしています。例えば熱流非常に小さいとき、まずこのスカーミのクラスターを作っておいて、熱流、あのこの10マイクロアンペアはあのヒ,ーヒーターに流した電流なんですが、熱流小さいときはこのクラスターほとんど動かない、ただあの、えー、とローテーションすることが分かります。 あの、一方で熱流、例えば1桁増やすことによって、あの、このスカーミューのクラスターをフローすることがわかります。あの、えっ、ー、と、ここで、あの、シミュレーションと、あの、時速と、あの、えっ、ー、と、によって、あの、この熱流を定量的に評価しまして、あの、驚き、驚いたことは、あの、 本当に微小な熱量、例えば50ミリケルビンパーミリメーターで、あのこのスカーミンを駆動すること、あのできることをあの、大変あの、将来的にはあの応用には期待できるんじゃないかと思っています。あの、えっ、ー、と、この スカーミンを持ちまして、あの、スカーミンの、あの、熱電変換、熱電変換機能については、あの、望月先生のグループで、あの、計算を行いました。例えば、あの、こういうようなディスク上の、あの、デバイス作っといて、あの、電極はこの中心から、あの、エッジで、あの、えっ、ー、と、 つまりボルテージ、あの電圧を測定できるようなセットアップして、あの実際はこのスカーミュンの熱流によって、たあの熱流は上から照射するんですけど、この熱流によってスカーミュンの結晶は回転することを実はこの、えー、とロレンステム観察から実証していまして、あのこのスカーミュンの 結晶の回転現象によって発電することができます。あのこれ上はあのスカーミュウのラティスの解消をあのスナップショットなんですが、この下のパネルはこの電、えー、圧の,あの分布をプロ、えー、とマップしているものです。であの この図から見ると、やはり熱勾配小さいときは、電圧ほぼゼロに対して、熱勾配強くすることによって、あのマイクロボルテージの,あの電圧が生じることが分かりました。一方で、例えば、地場強くすると、このスカーミュー化粧を消してあの、フェロマグネティックの状態を実現すると、ほとんどあの電圧はゼロのままであの発電ます。 効果はできないっていととうことが分かりました、えっと、もう一つあのこのスカーミンを使ってあの実はリザーバーコンピューティングリザーバーコンピューティングはできることあのこのまた望月先生のグループの研究成果ですがあのこれマイクル波をこのスカーミン結晶に導入してあのタイムディレイであの、えっと マイクロ波をあのインプットしてあの、こういうようなあの、えー、とアウトプットから、えー、とこういうようなリザーバー情報修理装置の手書き文字の認識機能ってあの理論であの自称しました。あの従来のリザーバーコンピューティングの装置と比べると、実はこのスカーミュン結晶は非常に優れてまして、例えば、イン、えー、化するだけでこの えっと、スカーミューの化粧を実現できるので、つまりあのバルクの状態で微細加工をいらないという一つのメリットとして、もう一つはこれ、マイ,マイクロ波の因果によってスカーミューのダイナミクスによってリザバーコンピューティングあの実現できているので、このスピン波と、まあえっと、スカーミュー化粧の干渉効果は非正解、非線形成は非常に高いので、あの 大変あのリズバコンピューティングには非常にあの向いていますので、えっと、実際あの、えっと、認識度は非常に高くて、これ実際の事件、えっと、例なんですけど、例えばこれインプットの6に対して、このアウトプットの6はきれいに検出された、ここはインプットの2に対して2とか3とか。 Q とかあの見事に検出することができましてあの認識率はあの実は95%まで達したことが理論をせけて分かりましたあの。これは最後のスライドの,あの結論とこれからの展望なんですがあのこれ私たちあの、まあ、2次元のプロトタイプのスカーミュー以外さまざまなスピンテクチャをあの 新たな設計されたトポロジカル地水隊中に派遣することを目的として、まあ、ここにリストしたあの研究成果を得られました。あのこれからの、えーとえー、と展望としてはあの、こういうような新たに派遣した地 トボロジカル磁気構造をもたらす新しい物理現象の発見などあのまたはあのこういうような、えー、と現象を利用したあの量子デバイスの創生などあのちょっと期待できるんじゃないかと思っています。例えばあの本日の発表は主にキラルの化粧構造を持つ自生体なんですがあの実は今年あの 今年ではないので、あの最近、こういうようなクライウンあのローレンツテームを持ちまして、あの2ナノのスカーミュン、あのえっと、自生体の中で発見することができまして、ここで話したいのは、あのこの2ナノのス,、えっと、スカーミュンではなくて、つまり私たちはあの力を入れたいのは、このクライウンあのローレンツテームなので、なぜならあの、えっと、次のターゲットは、 あの、むしろ、あの、超伝導の中の、あの、ボルテックスなんですが、今日は実感の関係で、あの、詳細は紹介しませんが、あの、一枚のスライドだけちょっと話したいと思っています。これは、あの、今年の、あの、中国のグループで発表したネイチャーの論文なんですが、あの、実はこの高温超伝導の中で、あの、 100ナノメーターぐらいの,あのボルテックスとあのアンチボルテックスあの観察には成功しました。あのなぜというと、こういうようなトポロジカルスピンテクチャはあのトポロジカル自生体の中には限らずあの、これからこういうような超伝導の中など。 とかの,あのスピンテクチャのメ、えーの形成のメカニズムに関しては非常にあの興味を持ちましてあの推進したいと思っています。以上を持ちまして発表を終わらせていただきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。